阿賀野市のサントピアワールド。晴天続きでも連日の猛暑が逆風となっています。雨降るよりマシかなと思ってたんですけど、さすがにここまで続くとやっぱり例年より相当やっぱ厳しいですね。しかし奇抜なアイディアで勝負するサントピアワールド、この猛暑すら生かして、これだ、あっし、ほぼほぼ50度、その名もデスバレー。猛暑の中でさらなる猛暑が体験できます。そしてそこから向かうとさらに楽しめる、今こそおすすめの定番アトラクションが来ました。いやー寒い。氷の館アラスカ、マイナス40度という極寒の世界。デスバレーから入ればその温度差は100度近くなります。いやーいい、入るよ。お盆のサンタさんよろしく。冷たくてめっちゃ楽しかった。寒くて、はい、しんどくてやだ。暑さはまだ続きそう。極寒スポットからにぎわいを期待しています。起爆剤にこれがなれば本当にありがたいのかなと思ってます。